己紹介がまだだったよね。博士。ん？博士、博士、博士。なわけないでしょ。博士ひろよ。肩書きも博士じゃなくて店長。レッド、出動します。また来ますね。私はジャダン法人デモオスの代表ドクター Z だ。これを無意識に身につけるとは見込みがあります。大奥様、なぜあなたが。私もオタクでしたから。洗面所をお借りできますか。そちらの奥にあります。ありがとうございます。あ、どうも。もしや何かご迷惑を。気をつけなきゃダメだぞ。桃、桃井春子です。いやー、いいお店ですね。私この雰囲気好きだな。やっぱり洗剤っていいですよね。お嬢さん、お嬢さん、ちょいとお伺いいたしやす。何なりか、いかにも怪しいなり。お前さんたちが落としたのはこのプラスチックの剥がしかい。そいともこの純金の、純金の、純金の。もちろんこっち。信春の妹の優子です。キミコの母でございます。あ、じゃ あとは当人同士ということで。疲れたじゃねえだろ。聞いて、この大根。あなたが船体の司令官？ああ、鳥居と申します。充電船体の創設者です。鳥居、その姿。鉄斎に頼んで現実の力を込めてもらったのだ。人間たちには私がこの姿に見えている。レイ！ファイヤー！よいしょ！メガブラック、俺のデジタイザーを。シュッ！ケンタ、行くぞ！お、インストール！メガレンジャー！電磁戦隊メガレンジャー。ニコ、 It's morphin time。 レッツモーフィン。俺はアツシ、道明寺アツシ、6人目の動物戦隊。アニマルセンチシッチルスイマー、グリーンヒポポタマス。おりゃおいしょ。岩崎先生、寒がりなんですね。いや、冷え性なんで、まだ寒いですからね。グリーンヒポポタマス。イエーイ。やっべえ、逃げなきゃ、逃げなきゃ。やっべえな、俺方向音痴だからな。ちょ、ここどこですか。
俺暗黒のハンター、さあ飼うな。誰だ、大教授ビアスか。みんなのとこに行くんだ。うん、あったけい、動くな。こいつの命はないぜ。やめろ銀河マン、てめえらも一緒だ。動くんじゃねえ。今だ、来ましょっと。うわ、夢であり未来そのもの。ミホ、ママ、ミホ。そうそう、怖いよね。噂の魔法使いにお願いしようかな。赤いドクロに合わずに済むおまじないを教えてって。かかった子供たちの学力が飛躍的に向上することから、保護者がわざと感染させるケースが相次いでいるためです。生意気言うな、自分でやっとけよ。前の仕事だろこの野郎。なんだ宗介、文句あんのか。文句あるから言ってんだこの野郎。すみません、俺がやっとくっす。本当すみません。べーべーだ。ここに虹のアキラが働いてるって聞いたんですか。彼はレインボーラインを去った。もう戻らない。よー、酒を。おお、早速取り調べ中か。邪魔したら、あ、ピザもらっていくぞよ。ルネッサンス。さすがストーグループのパーティーは豪華なり。どうぞ楽しむなりよ。ん、なりな。この度はレンのおかげでエンジン絶好調で、ズバリいつでも見るっすよ。じゃあまた。エンジンスコー。そんなもんあってたまるか。俺が一体誰の曲を盗んだってんだよ。いや、俺はただ電磁姫がこの地球に来たという確証が欲しいだけなんだ。なんだその電磁姫ってのは。崩壊チェンジ。100万円くん行くわよ。崩壊チェンジ。なんだありゃ。でかすぎる。みんなお待たせ。私も手伝う。もう消火は終わったよ。ご苦労さん。ああ、もうあんたバカ。人間なんかにならなくていい。僕はバグリュートリケラトプスです。死んでも結ばせるものか。たとえ、たとえ外道に落ちようとも。スユキ、許せ。私はお前を。黙れ。中原君、続けたまえ。お母さんね、息子の額に X マークが浮かんでたというのよね。 X マーク。ちょちょちょ、待って、帰んなきゃ。ほら、アポ取ってから出直してきてね。はっ、帰んなさいっつーの。まったく、これだから痛いファンは。
社長、どう計算しても最悪の事態は免れません。このままでは木星を破壊しない限り。所長、総理に連絡を。国連を動かして全世界的な対策を。94年木星にシューメーカーレビー彗星が衝突した。破壊力は原爆の10億倍だ。それでも木星の軌道に影響はなかった。私、そしてテレビを見ている全ての人々は今こそ本当の戦士が誰かを知りました。そう、地球戦隊ファイブマンです。ヘビ冒険者スタート。しばらくお会いしないうちにまた一段と美しくなられて。相変わらずお上手ですわね、京太郎さん。どうも。聞くところによるとご婚約を解消されたとか。いや失礼、僕もまだ天に見放されなかったかと。ヒカル君、エマージェンシー、ディカレンジャー、レイスノー。謎の物体が大気圏内に突入した。全員すぐに出動だ。そんな。梅子、なんだその頭は。だってどっちを。戦いは終わってない。いいわいいわ、ドカーンとやっちゃうのよ、ドカーンと。私の頭脳はコンピューターより早く計算できるようになったのだ。私は世界一の科学者になるのだ。地球の歴史で最高の天才になるのだ。それでも訓練を受けた戦士か。何をなさるつもりですか。見殺しにするつもりですか。ではこれを見たらどうですか。それはマジ。ミド忍者手裏剣。大丈夫ですか。お仕置きじゃ。ジャバスミさん、焼いた。お土産のこと。わらわだけではないぞ。参れ、侍大将。21世紀にはね、世界の人口は65億5000万人にもなるんです。しかし食料生産は追いつかない。農地はどんどん砂漠になっていきます。スーパー変幻ドロンチェンジャー。世界各地に同じような現象が起きています。破滅です。終末です。私たちの星は、地球は一体どうなってしまうのでしょうか。激走アクセルチェンジャー。はい、それじゃあこの問題をたかしくんやってみて。はい、これが答えです。先生、廊下に立ちなさい。はい。マイカ、おいしいです。
うまいか。何で出し取ったんですかね。いかがでしょう。あ、シム、はい、これ何で出し取ったんですか。こちらは牛です。え、牛？あ、牛です。牛の方。あ、おったわや、びっくりしたな。普通は牛だろ。そうですよね。でもこれキュレンジャーの店だから。うわ、グラッセ。うまいか。美味しいです。うまいか。何で出し取ったんですかね。いかがでしょう。あ、シム、はい、これ何で出し取ったんですか。こちらは牛です。え、牛？あ、牛です。牛の方。あ、おったわや、びっくりしたな。普通は牛だろ。そうですよね。でもこれキュレンジャーの店だから。うわ、グラッセ。